アサスアテナイの皆さん、今回もご質問にお答えしていくんですが、いただいたご質問が理想の日本語学校とはというものです。で、まあ学校というのは指導方針理念もありますし、また設備環境もあるんですが、私はもう人だと思うんですね。いい教職員がいるかどうかだと思うので、まあ、こんな人たちがいたら一緒に働きたいな、学生も楽しいだろうなという話をしていきますね。まずちょっと経営者は置いといて、校長ですね。校長は小木ママこと教育評論家の小木直樹先生がいいと思うんですね。しっかり教育に向き合ってこられた方ですし、物腰も柔らかいと。また文部科学省とのパイプもありそうなので、いろんな意味で助けてくださると思います。で、次に教務主任が鍵なんですが、 TBS の安住紳一郎アナウンサーがいいと思うんですね。もともと国語科の教員になろうとされてた方でもありますし、結構教務主任ってマネージメントもしながら自分でも授業や指導をするっていう忙しい立場ですので、そういうこともできないといけないわけで向いてるかなと思います。で、結構実際癖の強いキャラの立つ教務主任も大勢いらっしゃるんですけども、それよりも調整型の方は私は学校うまく回ると考えています。次に常勤講師ですね。何人か必要なんですが、一人ベッキーさんがいるといいかなと思うんですね。つまりこう人気教師みたいな枠が一つあるといいんですが、ただあまりこう若すぎるとか学生と年が近いといろんな心配事が出てきますので、一度失敗してるぐらいの人がいいかなと思います。で、もう一人常勤講師いるとしたら、テニスの松岡修造さんがいいと思います。熱量で打開できる局面って結構あるので、一人熱量圧倒的なものを持った人がいてくれるといいと思うんですね。で、他に非常勤講師何人かいるんですが、一人は俳人の夏井月先生がいいと思うんですね。ベテランの力が欲しいっていうのもありますし、いろんなテレビとかの様子拝見してますと、多少やんちゃな留学生も手なずけてくれそうなので必要ですね。で、二人目の非常勤講師として妹彩子さんがいいと思うんです。で、私いろんな人の中で日本語教師に向いてると思う人の一人でして、バイタリティといい、瞬発力といい、日本語教師に必要な要素を全て持ってらっしゃる方なので、ぜひ入ってほしいですね。で、もう一人非常勤あげるとしたらマットさんがいいと思うんですね。単純に学生が喜ぶっていうのもありますし、式典でピアノを誰か弾かないといけないので、ピアノ弾ける先生一人欲しいなっていうところです。まあ、学校の規模にもよりますが、まあ、これぐらいで教員は置いといて、次職員ですね。で、事務員なんですが、まあ、上戸彩さんがいいかなと思うんですね。こう場が和むっていうのもあるし、ベッキーのガス抜き役としていてほしいなっていうところがあります。で、次生活指導ですね。生活指導担当として水谷治先生がいいと思います。夜回り先生の方で、日本語教育業界の方の水谷先生ではない方ですね。はい。で、最後に学生募集担当なんですが、これが、まあ、千原誠二さんがいいかなと思います。いろんなところに出て行って学生を引き連れてきてくれそうなので、まあ、留学ビザの申請はこちらで手伝いますので、ひとまずそのバイタリティで学生をいろんな国から連れてきてもらいたいなというところです。まあ、お答えになったかどうか分かりませんが、私のこうイメージする理想の学校のお話でございました。では今回はこの辺で失礼します。アディオー。